結構ですな。下ばっか、まず手話のお姉さん、手話のお姉さんね、お姉さん、あの手話でね、私で綺麗で出るとよ、自分でよいよ言うないで。下ばっか、日本の下ばっか、三大劇場ね、一つはね、東は東京は銀座の新橋演舞場、西は大阪は道頓堀の松竹座、三井が大東のサーティーホール。まあ、考えたらね、話が増えたんですよ。大阪でもうじ300人さん、東大で1000人ですわ、下方、東大で。最高齢、最高齢、東京の桂米丸師匠ね、歌丸師匠でまだ師匠ですよ、米丸師匠、御年98歳、ほんまに仕事、いや、元気ですわ。この師匠、なんとお元気、今の元気でね、虫歯ゼロ、そういれば。話し側ね、途中使うからね、始まっておっしゃるのも認知症ないですよ、こっち使うから。本日の素晴らしい人間差で何と解きますが、この回とかけまして金のシャチホコと解く。その心は、ああ名古屋か。終わりまでご一緒に。皆さんのふるさと素晴らしいお住まいの大東市とかけて何と解きますか。大東市とかけまして、私故郷は紀州和歌山の備長炭と解く。その心はどちらも住みよい、住みよいな。あさってから始まるような大相撲の夏場所ね。しても力士は女性見たらね、女性見たら、あの人、星やな、星です。便秘王さんは金星。おばあさんも梅干し。今日の女性でかけて、夜空に輝く満天の星とと、その心はとても昼間は見られない、いや、あの人。なんだ、これ。今日の女性とかけまして、高級カバンと飛ぶ。その心はかわいい、かわいい、言うてね、シーン。いよいよ大相撲ですな。ちょいと出ましたご愛想に、相撲人くはいかがでしょう、いかがで、拍手がなくてもよ、めでた、めでたの松竹梅、どんな仕事も平等だが、一番めでたいご商売、お風呂屋さんには松竹梅、お湯がぬるけや竹と言うて、暑すぎたなら梅と言うて、ちょうどいい加減よなるまで、お客は黙って待つでしょう。お笑い人句で申すなら、カエル尽くしと出かけましょう。お玉じゃくし、ちょいと手足が伸びまして、殿様帰りに引き返る、雨がしとしと雨返る、油たらたら雨返る、一茶の俳句は痩せ返る、菊池勘なら父変える、下手な芸術や客変える、は実家にすぐ帰る、娘は夜遊び朝帰る、妻は化粧で若返る、寝顔見たら、ああ秋に帰る。帰るもそろそろ骨休み、どこの温泉行こうかいいな、有馬がいいか草津がいいか、彼やっぱりゲロゲロゲロ温泉やないか。花の国技の大相撲、大きな取り組みありまして、東の方より国技館、西の方より甲子園、国技館に甲子園という大きな取り組み、どっちが大事でしょうか。国技館の選手を何でや、
甲子園は球場まるで土曜に負けぬように四角い舞台で我々も私生活には気をつけて文春法に合わぬように常に慎重に暮らしましょう。笑顔笑顔ええ顔でべっぴんさん方笑ったらドキドキしましてやりにくい今日はまことにやりやすいそんなことはないけれど皆様方のご健康と愛も変わらぬお幸せ世界の平和もお祈りし能登半島災害復興を祈りつつそれじゃここらで伏し返って地元は嬉しいこの温度名人上手は月の矢の菊若師匠のお膝元お嬢さんの釘宮師匠をはじめとし社長のお方に助けられ今がハイミュージックスタート天さんあてはながきき旦那の皆さんがまかりなさいわかりました私は頼むとてもうまくは抜けれど地元はこの意神殿月の親の菊若師匠に恩返しでも先輩を張り上げまして太鼓や北長屋茶に行くのこれや踊り越すやら親父さん皆様方に助かりにカツラがふんぶるくちょいと歌いましょう。の川に産湯つかんだおっちょこちょい花の何はあの谷形落語五代目くしに入門し53年となりましてただいま広大話が千人近くもいる中で河内温度取るのは私だけナンバーワンよりも日本のカツラがぐんぐん落語温度空よりの子がかのよいやかちょいと出ましたご愛想に何か終わらないマシンをこれからますます恒例か元気に長生きするためにゃ適度な運動も良いけれど適度なお色気も忘れずにうちの隣のおっちゃんが80仲間になるけれど毎日若い女の子に囲まれて可愛いギャルに引っ張りだこよくよく褒めるおじいさんだとちょいと様子を見ていたが介護ヘルパーに手を引かれてたおばあちゃん新しい
88やから名優名優川津本土や相撲人気を歌っ
てすまいな。もう一度不敬感でやばいやったぞ。何事もないんだ。拍手がないし。どうぞお前拍手してますぜ。後で聞いたら皆さんよ、これが50であるためにパチパチ両手は叩けない。その代わりに車椅子は揺さぶってガチャガチャガチャと音出して肘でテーブルドンドンドン、足をバタバタドンバタン。拍手はパチパチと書くけれどガンガンギーギーガタバタン、心の拍手を受けました。予選が終わってロビーに出るリーダー格の兄さんが、やこんな短い手を伸ばしお花一輪くれまして、兄ちゃんなんだかうまいわ、どうじゃろううまいわ、頑張ってはよプロになれよだな。ほら元気、今は逆やバスケットの日本人の世界中に4号国技の大相撲の今じゃ横綱や大関はモンゴル出身大正解。早く日本の横綱欲しいだとそんなことは関係ない。皆様方のご当地の隣の寝屋川出身は名人上手の裏関や大関はったる防衛と福祉の幕内郷の山、まして大都の隣町千代縄手の出身は、や今場所見事に重量のその名天下の朝紅龍。見送りか空よどこか
なんと鳥しきだけは神のサビもしてます。今を去るぞと平成元年名古屋場所両膝を身が乗り越えて豪快白巻きの表情天下の天下の時積み優勝したならオープンカーで騎士を従えパレードよ本来なれば緑泉は単なる平幕に騎士であるために当時の旗持ちは健康や嫌い報道もたけよなんと天下の大にぎこえしきが立派に騎士を務めました。やっぱり外人は分かってない。そんなことしたなら出る血がない。肩を持たんとプライドもで心が恋しき断った。私は絶対に持ちまする。それはなぜかということなら日本にやってきた時に多くのいじめがあったけど優しい兄弟子気の出来はいつもさに頑張れと私を愛してくれまして優勝の旗を3回持ってもらいました。そこで鬼式の恩返し二人はわわ男なきめでためでたの高さごでやだ空よいよと高のよいやかったそんな嬉しい点で作ったのでモンゴル一号くぐれる方優勝した時天下の横綱の白鵬が見事に旗を持ちました。外国人やら日本人それほど全く関係ない。同じ土俵の地球人共に出世するのとありがたや。今頃新月が出たら困るのでここらに失礼いたしましょう。こんな私にいてよかった。天馬天神繁盛亭梅雨の新宮梅雨の丸子や勝負で白書看板見かけたら決して正面軌道から入らずに裏手に回って楽屋口でサーティーホールで出よなと言うてもろたならうちのポンポコちゃんを中心に弟子っ子一同大歓迎そーっと楽屋へ招き入れて渋いお茶の一服や丸にも出しまして記念写真やサイン会もいたしましょう。けれども皆さん楽屋に入るにはたった一つのちっちゃなルールがございまして決して手ぶらが入れます。何か差し入れ頼まさ大きな花束より小さな札束大きな
本当にお世話になりまして皆様方のお力に何とか金券寄せも盛り上がる皆様方よお元気で大和は哀れも人と人とはまた会える今度お会いするのを楽しみにでは皆様どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。この素晴らしい踊りの皆さんのことをかけまして紀州のみかんと徳皆さん粒ぞろい大きなありがとうそして皆さんの運勢とかけまして師匠方のギターですなやっぱり弦がえらいときそして素晴らしい小菊師匠のシャビの陰シャビの陰旬のまったりとと心はええねえがするなそして最後に会員同士の人権啓発の気持ちとかけましてこのお知らせの大会を飛ぶどんどん